ボーカロイド千本桜よりハイトと初音ミクの登場です。ボーカロイドの中でもお兄ちゃん的存在のハイト、アイスが大好きで可愛らしい一面を持っていながらメンバー思いな性格に誰もが惹かれてしまいます。今年は初音ミクと一緒にコスプレダルパレード参加です。トナカです。はい、ありがとうございます。続きましてコスプレネームシグマルイさん、マザナミさん、作品名歌のプリンス様より神宮寺蓮、一ノ瀬時矢の登場です。神宮寺蓮はスターリッシュとセクシー担当、自由奔放で誰に対してもフレンドリーですが、特に女性に対しては優しいフェミニストです。一ノ瀬時矢はアイドルグループスターリッシュのメンバー、カヤトというもう一つの面も秘めつつ悩み葛藤し受け入れることで彼自身を大きく変化させ飛躍へとつながりました。はい、ありがとうございます。続きましてコスプレネームジュカサトミさん、作品名ビートマニア 2DX、 ラジエの登場です。コナミの音楽ゲームで収録されている少年エースレッドバイフルメタルジャケット、新地獄超特急ヘルオアヘルの3曲のムービーに当然登場する少年です。はい、ありがとうございます。続きまして、コスプレネームハッシーさん、ナルトからトビのコスプレです。レスキュー犯罪者集団アカツキのメンバーの一人で、冗談交じりに皮肉ことを言ったりするお調子者な性格をしています。実はアカツキの真のボスとも言われており、普段は仮面をつけているため、その正体が一体誰なのか、謎が多い人物です。はい、ありがとうございます。続きましてコスプレネームソンヒアスモさん、作品名ボーカロイド竜の巻箱庭より初音ミクです。ゴシックな曲調とクラシックなメロディーが特徴で、一度聴けばもう虜、かなり強高音の曲で別名歌い手泣かせと言われているそうです。ボカロが好きな人、ゴシック調が好きな人なら一度は聴いてみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。続きまして、コスプレネームですね、小心さんから作品名ドッタースランプよりのりまきあられ。はい、じゃペンギン村からやってきた元気いっぱいの女の子、誰とでも友達になろうとする天真爛漫な性格です。こう見えても数学が得意でどんな問題もすがすが解けます。最近ペンギン村の村長になりました。へー、はーい、ありがとうございます。続きまして、コスプレネームリツカさん、ダイフンさん、田中誠さん、雪見大輔さん、作品名刀剣乱舞から三日月宗近、鶴丸文長、お天気ね、山んばぎり栗弘の登場です。刀剣より生み出されち雲神たちを人は刀剣男子と呼ぶ。歴史改変を目論む者たちを前に、彼らは己を振るい過去を守る決断をします。はい、ありがとうございます。続きまして、コスプレネームみつこさん、かなんさん、作品名ラブライブから北条のぞみと綾瀬レディの登場です。音の木坂学院生徒会の会長と副会長であり、ミューズのメンバーでもある2人です。若瀬エリは生徒会会長を務めながらミューズのメンバーとして活動しています。またロシアとヨーロッパであり、日本の文化に多少というところがあるようです。ハラショー、北条のぞみが副会長を務めています。転勤が多かった親の影響で幼少期をいろいろな地方で過ごしたため、独特の名前で話しますが、それも彼女の可愛さの一つです。はい、ありがとうございます。続きまして、コスプレネームリサオさんとミドルさん、作品名フェイトグランドオーダーより起きた掃除と岩窟王の登場です。フェイトグランドオーダー、桜セイバーこと起きた掃除、アサギの弾道と白い刀を携え、ここに限界したサーバント、アベンジャーのサーバント岩窟王エドモン・ダンテス、復讐者として世界最高の知名度を有する人物です。
ありがとうございます。